リンリンハローパラレルリンリンパラレルのリントです。はい、本日のリント日記はね、鶏肉を食べながら鶏肉をあげようかなと思います。はい、ちょっとね、あのスーパーで安かったお肉を買ったので、それを買ってきて、でちょっと切って、シェフィーとサニーにもねあげようかなっていうところです。でシェフィーやサニーにはね、この皮の部分とかそういう部分はあげれないので、脂肪分多すぎるんで、そこは私が食べてって感じですね。うん、うまいね。パリッパリに焼きました。うん、お酒が飲みたくなるね。でも今日はお酒がないね。うんうん。さて、餌に気づいてきてますね、こっちに。最近ね、この上のこの金網をね上にあげると餌くれるんだなって気づくようになってますね。はい、どうぞ。はい、今食べてるのはサニーですね。サニー食い方がね、なんか独特で、こう垂直に上を向いて食べるんだよね。シェフィーいらんの？シェフィーさっき気づいてこっち来てたのに、なんか水に入っちゃいましたね。はい、どうぞ。もういらない？これシェフィー、シェフィー、シェフィー出てこないね。はい、サニー、じゃあサニーを移そうか。そういう時もねあります。カメラの価格がこうだな。うい、いらない？2個で満足かい？2個で満足っぽいな。もういらない？この肉がもしかしたら食べにくい？ちょっと他の肉にしてみようか。これがいいかな、じゃあ。はい、どうぞ。うん、肉のサイズではないみたいだ。シェフィー、ちょっと心配になるから、シェフィーよかったらご飯食べにおいで。はい、はい、ごめんなさい、行くよ。はい、シェフィー、シェフィー、シェフィーいらない？いや、シェフィーお腹減ってないんだわ、この感じ。うん、この感じお腹減ってないわ。よく見たらこいつ腹パンパンだもんね。昨日食べた分でも足りてる？それとも昨日いっぱい食べ過ぎたかい？うん、そうかも。昨日ね、モニターフィードをね、ちょっと置き餌代わりに、ちょっと置き餌代わりって置き餌でね、置いておいて、で、全部でね、大きいの2つ置いといたんだけど、多分その置き餌の方を食べたのはシェフィーなんだろうね。多分それを食べたからお腹パンパンなんだわ。でシェフィーがね、ほんとたまにこうやって自分の行きたい方向に行けないから怒ったりはするんだけど、基本こうやって持っても怒らなくなりました。今はただ単にあっちに行きたいからもう離せよっていうやつなんでね、威嚇ではなくて、なあちょっとそっち行きたいのっていう大暴れをねするぐらいなんですけど、シェフィーは最近もうテールアタックとか威嚇はなくなったね。あるのは本当に気分じゃない時、人間もあるじゃないですか、
カップルとかでさ、今くっついてこないでみたいな時とかね、と同じで、今気分じゃないのっていうことをね、すると、ちょっとこうあっちへ行ったりっていう風にしますけど、でも威嚇はないのね。今ちょっと取りに行くっていうか取り出すけど、よいしょ、はい、テールアタックされないでしょ、テールアタックしないし噛まないでしょ。ただ手の上に乗っかってるのは嫌がるでしょ。ほらね、今手やなのって。ただ今はもう多分すぐ水辺に行くと思うんだけど、水浴びしたい時間なんだよね。水浴び入るときあなたそっちから行くよね。うん、知ってる。そっちのルートから行きたがるんだよね。ちょっと見にくいところで水浴びをしてるのが映っちゃうけどさ、もう完全に子は今ね、水浴びしたいから出されると、ね、嫌なんだけどっていうタイミングだね。だからご飯も今水浴びするからいらないですってことだと思います。サニーはねまだ威嚇があるね。今日行けるかな。あ、ほら聞こえた、今シャッって言ったでしょ。ほら怒ってる、めっちゃ怒ってる、めっちゃおこです。ほら怒ってる。サニーは普通にハンドリングというか触られること自体が今嫌って感じですね。ただ触られるのは嫌なんだけど、こっちがね、人間がでかいんで、テールアタックとかはするけど、ほらテールアタックした。そう、ただ人間が怖いんでテールアタックする程度でおとなしくしちゃうんだよね。だから手に乗っかっちゃうとこうやっておとなしくなっちゃうのね。まあまだ怖いってことですね。怖いんで怯えていてじっと動かないっていう状態ね。で、手に乗っかる前はもう来るなよっていうことでテールアタック。ほら、うん、怒ってる、ごめんね。はい、そう、最近かなりこの子たちの行動原理というか行動のその仕組みというか、そういう部分はね分かってきました。うん、研究ですね、日々ちょっとほんと日々研究しながらっていう感じで。でね、シェフィーに関してはごめん、シェフィーもう一回出すね。あ、ごめん、サニーよいしょ。シェフィーに関してはねかなりでかくなりました。もう顔つきもねでかいんだよこいつ。なんかほら、あ、ごめんサニー、こいつはねかなり大きくなって、しかも大きくなった上にねペタペタに慣れてくれてます。あ、今手の上にいてもいいっぽいね。うん、今は手にいてもいいっぽいわ。今は手にいてやってもいいぜっていう時期っぽい。でかくなったね、あんた。あんたほんと1ヶ月足らずでそのでかさか。びっくりだぜ。はい、で早速水浴びに行きますね。はい、シェフィーとサニーはこんな感じで元気でございます。いや、シェフィーが慣れてくれたのはいいことだね。この調子で慣れてくれれば、大きくなっても万が一に放し飼いをしていくっていう段階になっても放し飼いしやすい状態になりますね。うん、でやっぱあんた水浴び好きなんだね。水浴びのとこちょっと映るかな。ちょっと水汚いんだけどね、あいつあそこでうんちするから取り替えてあげないとだけど。うん、ちょっと後で水取り替えます。で、私も作った鶏肉をねこの後食べていこうかと思います。じゃあこれだけいただきます。うん、おいしい。うん、やばい、こんなに食べると喋れなくなっちゃう。よし、ということで、本日のリントリンキは以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、そしてツイッターのフォローなどよろしくお願いいたします。
よろしければまた次回の動画もご覧くださいということで、本日は以上でした。以上、リントです。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。